こんにちは。暑い日が続きます。阿蘇インターネットテレビをご覧の皆様、心から暑中お見舞い申し上げます。本日私は内牧にあります阿蘇市総合センターに来ています。ここ総合センターには阿蘇市内牧支所、保健センター、図書館、農村環境改善センターの4つの公共施設が集合して建っており、毎日多くの市民の方々がご利用されています。特に今は夏休みの最中とありまして、図書館の利用が盛んのようです。図書館では宿題をしたい人や受験生のため研修室を開放し、学習ルームを広げ対応しています。隣接する保健センターも福祉温泉風呂利用される方々でにぎわっています。このように市民が集う公共の場ということで、この春から高齢者の方や子どもさんたちが負担なくここまで来れるよう、センター敷地内への幹線バスの乗り入れを開始しました。新しくバスの停留所を設け、現在は1日に約50本のダイヤで幹線バスが止まるようになりました。またご自宅の近くから利用できる阿蘇市乗り合いタクシーもここで乗り降りができますので、大いにこのような公共の交通機関をご利用いただきたいと思います。さて、今月阿蘇市では三大夏祭りが開催されます。まずはじめに8月15日は波野の高原納涼祭りです。場所は道の駅波野神楽園で行われます。子ども神楽や花火、ステージショー、魚のつかみ取りなどがあり、高齢地とあって涼しく納涼祭りにぴったりの祭りです。また翌日の8月16日は一宮夏祭りが開かれます。場所は阿蘇神社北側駐車場から水木めぐりでにぎわっている中町通りです。各団体手作りの出汁や総踊りの団体が街を練り歩きます。花火やキャラクターショーも催されます。最後は8月19日20日は阿蘇日の山祭りです。内牧温泉街で行われます。歩行者天国にしての夜店や浴衣コンテスト、ステージショー、2500発の花火、市民総踊りがあります。どうかご家族お揃いで夏も楽しい阿蘇市へぜひお越しください。お待ちをいたしています。